ガードフィッシュはアメリカ海軍の原子力潜水艦、パーミット級原子力潜水艦の10番艦。艦名はカワカマスの一種にちなんで命名された。その名を持つ艦としてはガトウ級潜水艦6番艦以来2隻目。ガードフィッシュの建造は1960年6月9日にニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所に発注され、 1961年2月28日に帰港した。1965年5月15日にケネスイーベリュー海軍事官補の夫人によって命名浸水し、1966年12月20日に艦長ガルマー・エイ・ハインズ中佐の指揮下収益した。1967年2月15日にカムデンを出港、プエルトリコの産ア案で、 成長訓練及び演習を行い、パナマ運河を通過、母港の真珠湾で太平洋艦隊第七潜水船体に合流した。収益初年で何回かの作戦活動に参加し、4万マイルの距離を巡航した。1968年1月13日、艦長に H.A. ベントン中佐が就任する。最初の6ヶ月間に及ぶ西太平洋配備で、 様々な訓練及び任務を経験し、その後大西洋海域に戻り、ミシシッピ州パスカグーラのインガルス造船所でオーバーホールに入る。1970年11月4日に D.C. ミントン三世中佐が艦長に就任、オーバーホールが完了すると太平洋での任務に復帰した。太平洋における様々な任務の功績により、 ガードフィッシュは主君部隊賞を受賞した。1972年12月15日、b g バルダーストン中佐が艦長に就任。1973年3月31日には WS リッチ中佐と任務を交代した。1974年8月14日、ガードフィッシュは612回目の潜水に成功した。同年新自安造船所でオーバーホールを受け、続いて、 西太平洋への配備が行われた。1975年6月に新珠湾を出港し、カリフォルニア州バレーホへ、母港が変更された。1975年7月9日、GH、カナディジュニア少佐が艦長に就任した。1975年8月にメアイランド海軍造船所に入居、燃料交換が行われた。 1977年7月に任務に復帰し、母校はカリフォルニア州サンディエゴに変更され、第三潜水船隊に配属された。1979年1月、ガードフィッシュは西太平洋での6ヶ月の配備を完了した。1979年2月9日、RE ボーン中佐が艦長に就任した。1980年に6ヶ月間の 西太平洋配備に出港し、この配備の功績で主君部大賞を受賞した。1982年7月2日、DA オルトラバー中佐が艦長に就任する。ガードフィッシュは対戦水艦戦演習の E 及びコミュニケーションの CO1982 年と83年の両年受賞し、1984年の春にはシルバーアンカーを受賞した。 1983年9月にメアイランド海軍造船所に定期オーバーホールのため入居し、作業は1985年8月に完了した。1985年8月24日、TW ハック中佐が艦長に就任、ガードフィッシュは1987年1月に6ヶ月間の西太平洋配備を成功裏に完了し、主君部隊賞を受賞した。 1985年と86年には、シルバーアンカーを受賞し、潜水船体の3つの戦闘効率賞、E 対潜水艦船 A 補給 E を受賞。1987年度の太平洋艦隊における最も戦闘効率の改善が図られた艦として、r ー,ーバーク艦隊トロフィーを受賞した。1987年11月7日、JB ブライアン中佐が、 艦長に就任した。ガードフィッシュは2度の西太平洋配備及び1988年9月から1990年10月の間に3ヶ月間の選択的安定信頼性を達成した。また、1988年から90年まで3年連続してデッキ公開術賞を受賞し、1989年にはシルバーアンカー及び戦闘効率賞。 E を受賞した。1990年11月17日、P.M. ヒギンズ中佐が艦長に就任した。ガードフィッシュは北太平洋配備の後、ワシントン州ブレマートンのピュージェットサウンド海軍造船所に母港を変更した。その後1991年7月に不活性化の準備に入り、1992年2月4日に退役、同日除籍された。 船体は原子力艦載利用プログラムに従って解体され、1992年7月9日に作業は完了した。ありがとうございます。